どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、はい、本日はミニ四駆超速グランプリのそう、方をちょっ と, と動画を撮りましょうと、うん、いうことですけども、はい、ミニ四駆部がね少しずつ いなくなったいやいや、いなくなったっていうか、うん、まあまあね、やっぱ何より理由の一つが、はい、ちょっとやっぱ大変というかね、うんうんうん、知識もなければその 技術もないのに、うん、やっぱこうどうしようああしようって、うん、で結局それがこう実現できずに、いや、あとまあ好きなのが俺だけっていうのが一番だと思うミニ四駆を本当に多分好きなのが俺だけ。昔はねやったけど、うん、やっぱ今こうもう一度触れ直した時に、うん、多分その情熱が出たのは確かに西澤が一番、うん、というか西澤がね、うん、強かったけども、さあまずこのミニ四駆超速グランプリ、どういう、これはスマホゲームなんですか、これは。いや、もう本当にミニ四駆よ、ミニ四駆走らすゲーム。なんかその ソーシャルゲーム感があんまないんでしょ、なんならもうあんまないね、もうミニ四駆。あ、でもあのスタミナ制だよ一応。ああそうなんだ、うん、あ、なるほど、それはちょっとじゃあ気になりますけども、まあ、僕の今これ、うん、携帯で始めましたけど、とりあえず新規で始めてみましょうか、うん、はい、同意するで、はい、同意するですね、うん、はい、バランス調整、はい、はい、バランス調整いらないけどな、鬼畜ゲーでいいまだダウンロードじゃん、まだダウンロードまだダウンロード、わかりました、まだダウンロードじゃん。なんかあんじゃない、ここのこれ、あ、なんか説明みたいな、走ってみたいなさ、あ、ちゃんとね、そうちゃんと映像あんのよ。お、ほんとだ、すごい、ちょっと見てよ、あー、すごい、ちゃんとそれっぽくしてある。いやなんか見たことあるな、ああいう子。じゃじゃーん、アバンテとか知らないよね、今の、ね、うん、何のことってなるの、うん、ああ、でもやっぱね、やっぱ箱出しはやっぱそんな速くなかったですね。箱出しめちゃくちゃ遅いから、うん、ゴムタイヤとかやっぱね、ああ、すごい、まあやってたね、そうやって。まあでも俺ら懐かしくはないけど、この前やったし、うん、早いな早いのよ技術が。まあでも知ってる子が新作買ったよってことでしょ、うん、あ、ライジングさんとかいるね、エンペラーから、うん、ああいいね、何だった、やっぱね俺これ見ててもああいいねってなるけど、そのなんかこう買ってくるかってならないでやっぱりそこは、あ、待ってか、いいね、うん、好きそう、この子全ての大人へ、まあ、もう大人用なのよ、待って、スマホ自体がね、うん、やっぱりその子供向けじゃないですからね、うん、あ、もう変わって、あれ変わってねえなってね、彼があのアバンテの彼なのかな、そうでしょ、うん、いや、この役やりたかった悪強いな、ちょっとお前この役やりたかったマジで、お前悪強いわ、うん、あの、西澤出たらまだやってるってなる、あ、この人まだやってたんだってこの人の役やりたかったな、ミニ四駆で食ってってるな、この人ってなるから、ダメ、本気だなになっちゃうそう、あなんかすげえミニ四駆ちゃんが、そう、いや、なんか4個みたいな名前で、ほんとに、おかえり、君もミニ四駆を走らせたくなって帰ってきたレーサーだね、そうだね、シャー、全然違うじゃない、シャーシじゃん、シャーシじゃん、確かにね、シャーシじゃん、久しぶりにミニ四駆で遊ぶレーサーでサポートしてると、うん、ああもういきなりやっていくわけだ、はい、レースチュートリアル、じゃあちょっと、あ、まあ、ね、チュートリアルやっていいと思う、あ、四クロだ、そう、四クロと、あ、まあ、だから四クロの方なんだよね、レッツゴー、レッツ&ゴーじゃないんだよ、いや、レッツ&ゴーある、あ、いる、うん、いるいる、あ、全部出るんだ、うん、エンペラーね、お、いや、いきなりエンペラー対アバンテジュニアかい、なるほどね、ダッシュ軍団の四クロー君、ダッシュ軍団の4クローと戦わなきゃ、4クロー君ってすごいな、はい、おすごい、なるほどね、まあ、タップで入れれる、正直ね、うん、なるほどね、うん、で、ホールドって長押しして、はいはいはい、はい、あ、で、プー、あ、青になったら離す、ピーで離すね、うん、そう、なるほど、で、上手ければジャストになるから、オッケー、えっ、おー、あー、ジャスト、ジャスト、うん、いいじゃん、まあ、ここチュートリアルはジャストになるのかもしれないけど、わかんないけど、ぽいね、多分そんな気がするこの今のセリフが用意されてるってことはここは、ちなみに俺は何かすることあんの、ない、もう見るだけ、あ、もうカメラでこのそうそう、カメラで見れるだけ、俯瞰と、そうそうそう、あー、これいいな、この絵、あ、ファイターがちゃんと実況してくれるんだ、そう、ファイター、何髪の時のファイター、
俺黒髪なんだよ。いや黒髪でしょ。金髪がいたじゃん、その前に。確かその前が確か金髪だったのよ。いやファイターはファイターよ。俺あのもうレッツエンドゴーだから俺は。あの あれメカニックマンと、あとあのジャマー、うん、あの魔女の格好してた。あギリギリ勝ってる。初心者に負けてんだよ4番目は。俺が最速だぜっつって 0.01 秒差で負けてんの。かわいそう、アバンテジュニアに。まあそんな感じで、あちっくしょう。おいこんな役やらすな四クローに。まあでもあの四クローくんだからね。ああ本当だ。そうゴーもね。セイバーゴー。今日もバッチリだぜ。高いんだよな声。いや増えたな。あれ B と C がいるからミニオンレーサー B と C だ。いや A もなんで A が2番。もうアバンテがもうモブ。本当だ。モブなの。アバンテ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 だもんね。で一人だけマグロセイバー。行きましょう。OK。だからエクセレントになるよ。本当だ。ジャストじゃないんだ今の。なるほどね。あでもいい感じじゃん。おお早い。いいよ。ミニオンレーサー。いやそれはやっぱちょっとマグナムセイバーは早いだろう。マグナム早いんだ。だってあれだもんね。フルカウルミニオンクだもん、ね。うん、これだけ。フルカウル。うん、まあフルカウルの方本当は。拡張の幅は狭くて遅いんだけどね。あ、そうなんだ。おお、あれ吹っ飛んだ。やっぱゴーはね、吹っ飛ぶのよ。やっぱね、カット見やから。でもやべーって早くすぎたぜって言ってんのよ。そんなとこやんなくて。確かす、あ、ほら、コースアウトするのよ、もうチュートリアルで。おっちゃんところで網一つ取ってんな。本当にカット見ちゃった。やっぱカット見系だからね。おーすごい。そう抑えてくるね。何ですか？最初にもらえるちょっとね期待、アバンテの次というかね。そうそうそう。これ気になるよ。はい。あシャーシちゃん、はい。ボコボコじゃんシャーシちゃん体。かわいそう。はい。超人気のマシンを3台用意したから好きな。あーいいじゃない。ポケ形式ね。ポケ形式。ポケモンと一緒。でもいや俺ね、あれが出てくるなってもう頭の中にあって、うん、あれだったらあれ違ったわ。なるほど。あレーサーミニ四駆と、うん、スーパーミニ四駆と、フルカールか、うん、あこれもこれがスーパーかな。なるほど。いやじゃあエンペラーかな。あエンペラーダッシュ1号。いや俺ねフルカール好きなんだけど、うん、やっぱり憧れたのはこれかな。こっち、まあ、車っぽいのはこっちだよね。そう、なんか ダートな感じがするよね。そう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 。レーサーミニオンク、うん、じゃあエンペラーでいきたいと思います。はい。これでも最初でどう変わるのかな。結構差あると思う。いやそんなないかな。特に多分ストレート系だと思うんだよね。あ勝手に組んでくれる、うん、このね過程がねさーってやってるけど意外とかかったもんな。久しぶりに作ってもうん時間かかる。ね、4964ね。ああいいね。でもあこうやって見るとなんかこの角度実写っぽい。ほぼ綺麗。うん、これマシンなんだね。はい。名前、名前つけてあげて。名前どうしよっかな。文字化けしてる。U1号になってる。なんだろうな。エンペラー、エンペラー変えたくないからな。なんか風神エンペラーかな。うん、やっぱり。あ、いいよ、封じエンペラーで。やっぱ四クロのではないよって。ちょっとこれって客観的に見てやだな。まだ封じエンペラー。大丈夫、大丈夫、大丈夫。名前聞いてないのに俺、封じエンペラーつけちゃったの。そう。あ、封じです。恥ずかしい。封じです。封じじゃなかったらなんだろう。はい。いや、ちょっとシャーシちゃんにバレたな。こいつちょっとナル入ってんな、みたいな。お、もうなんかあやること、まあ最初はねなんかねあのチュートリアルまだ終わってなくて、はい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 、はい、まあその説明通りにやればいいんだけど。なるほどね。やっていこう。ドライバーとニッパーあるな、ね、とマシンスティングパーツなんだけど、やっぱモーターがいいよね。ハイパーミニモーター、ハイパーミニモーターもらえます。ハイパーミニって公式で使えるんだっけ。ハイパーミニ使えるのかな。レブとトルクとウルトラは使えないんだっけ。ウルトラとプラズマは使えない。ダッシュとか使えないんだよね確かね。いやマッハダッシュも使えないんじゃない確か。まあその辺はなんかレースによって変わるだろう、ね、今のルールをねちょっとわざわざ分かってないんだけど、
ッティングするんだよ。セッティングしたいパーツのカテゴリーを選ぶことができる、うん、なるほどね。そうハイパーメニュー装着します。はい、あなるほど。あこれ分かりやすいな。開封しないとパーツ開封。何パーツ開封って。ちゃんと袋に入ってるじゃん。開けないとダメなんだよ。ちゃんとやってよそれは。あんなねじ回しとか全部やってくれるのに。はい、ちゃんと開けないと。はい、開封する。うわー、はい。あってことはこれウルがあるな。あーウルありますね。開封する前にウルというかあのリサイクルっていうのがある。なるほどね。ハイパーミニをタップして、はい、黒のやつね。今これだけでもあのもう装着できる。装着できた、うん、そうそうそう。いやー楽でいいね。開けて外してっていうところがね、全部やって。ステータススキルもスキルとかあるんだ、うん、まあそりゃそうだよな。スキル、はい。お青色のスキルはマシンの長所、うん、ああ、おお、もうパワープロみたいな。悪もあるんだ。そう悪もある。コースによっていろんな、ああなるほどね。本当だ、オフロードとか。金は多分そのあれだろうね、この機体の能力だね。セッティングできたし、ミニオンワールドで早速マシンを走らせてみよう。はい、見てください。なんかストーリーモードみたいな感じかな。あすごい、パックマンミニ49、うん、はい、レースに行ってみようか。はーい。イベントは今パックマンやってんだ。そう、今パックマンのボディーもらえる。ちょっとかっこいいな、それ欲しいな。レース舞台ミニオンレーサーに勝っていくことで次のレースに進む。そう、最初のあれシャーシャンかい。シャーシャンだよ最初。シャーシャンだと思うのかい。シャーシャンって何者なんだって。公式キャラよ。シャーシャンはだからもう120センチぐらいあるってことでしょ。じゃないと思う。そう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 。180ぐらいあるんじゃない。でかっ。いやでかいよ。お前ぐらいあるでしょ。で横横もだいぶあるし。横も180ぐらいあるでしょ。でかいな。そう始めようか。壁よ。ね。穴が開いた壁。パワーチャンプゴールドを使用するとです。ああなるほど。これはあれですね。あれのやつですね。うん。はい、わかりました。ソーシャルゲーム。まあ、基本使わないでいってほしい。まあ、それはね、うん、やっぱり、ガッツを消費して、ガッツっていうのがこのスタミナね。はい。はい、行きましょう。さあ、でも、素組みだけど、ほぼ。多分、最初はね、うん、弱いと思うから大丈夫。ジュニア。うん。シャーシちゃん、はい。そして、タイヤがなんか怖いな。あジャストむずいな。これだって決まってないでしょ。何が？あのつく。あ決まってない。シグナル赤から青は。俺は大体ジャストだけどね。マジで？なるほど。あのね、俺のこのミニ四駆やってて分かったのは、うん、離すんじゃなくて、そっから外せば大丈夫だから、俺は上にスライドさせちゃってる。なるほどね。うん、その方が確かに慣れたら動きます。あ全然余裕でしょ。うんスーパー優位ですね。で、多分ガチャができるから最初。ああ、なるほど。うん、ちょっとガチャ行こう。そうだね。ああ、このガチャコインみたいなのもらって、うん。はい、ありがとうございます。あ、レベルが分かれるんだ。そうそうそう。腕前や。あ、これはスタミナ回復ですね。あいいね。なんかでも、結構スタンダードに。いや、スタンダードな、うん、なんか、アプリゲーよ。そうだね。そう。かわいそうに。シャーちゃん、こんなに教えてくれてたの。はい。なるほどね。あそれがレベル10みたいなことか。はい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 。薄いな、シャーシちゃん。形が。おで、ガチャいけんじゃねえかな。ガシャをプレゼントして、はい、なるほど。いきましょうよ。ガシャがタミヤマーク。ガシャではいろんなパーツを手に入れることができるんだ、はい。スターコインを消費することでガシャを引く。はい。はい、10連。ありがとうございます。もう10連ガシャ引かしてあげますって言ってるんだ。はい。何がこれはいいんですか。モーターが一番変わる感じすんだよな。まあ根元だもんね。うん、うん、うん、だいいモーターが出たら当たり、うん、しかもこれ引き直せる。えだから欲しいの出るまでやっちゃっていい。え最近のねアプリゲーはあるよ ね、そういうのね。選ばしてくれねえんじゃん。まあね。いやでもそれは違うのよ。まあ確かに、うん、それは根気もあるからね。そういう回し続けるって。いきましょうじゃあ。まあ俺は一発でも本当やっちゃいますから。演出がね面白いから。練習好きなの。どんな演出？はい。お、赤。ここまず。これね、白、赤、黄色かな？多分。黄色が一番いい。金かな？金が一番いい。タップ。あ、スタート。あ、走ってる。ブラックセイバーと一緒に。おお、これで。あ、カットインがない。
カットインがあるの、ここに。カットインなきゃいけないの。あ、ここだった。ここだったね。どれが勝てばガシャが当たりなの。あ、でも星4出ないのかな、ここで。一応ね、今ガシャでマックス出るのが星4なんだけど、ここじゃ出ない可能性ある。出ない可能性ある。ちょっとタイプ2シャーシ、うん、はい。お、あ、いいね。中空ステンレスチャフト、うん、いいよ、悪くないよ、今のところ。お、あ、台形ワイド黒、台形だ、うん、台形だね。速度と安定性の場合、あ、リアとフロントで違うもんな、そりゃな、うん、あー、スパイク、あ、赤スパイクいいな、台形スパイク、だって台形だよね、エンペラー、確か、うん、あ、じゃあもうすでに、おお、フロントばっかり、やばい、そう、そう、偏りがあるんだよ、フロントばっかりいっちゃってる、あー、でも、ワイド、スポンジ黒、あ、でもスポンジは青も黒もあるから、うん、合わせればいいのか、だって、フロントとリアがさ、違う、フロントとリアで出た、あ、じゃあこれで、スポンジは OK、うん、フロントとリアがさ違うタイプってないもんね、ハ、うん、ーボフロントステー、まあでももうキメラになるけどね、やってれば、まあそれはそうだよね、うん、お補強プレート、どうなんだろうな、ここで何出んだろう、あーもう悪くないな、リアースキット悪くないけど、スロープレート、あー終わった、ほら、あ、ほんと気持ち悪いな気に入らなかった、モーターがね、タオル、タイヤ多すぎだな、ちょっと、ああ、なるほどね、もうちょっとバランスよく、ね、あ、ダメじゃん絶対これ、いや、わかんない薄いもの、タップトゥースタートが、カットインがある、カットインがある、ドクプロのあって、これあ、カットインない、もうこれない、あ、来た、あ、これある、行くわ、持ち上げ、はい、ここでもう一回、おもちゃじゃなーい、あー、レイさんはこれだ、あ、来た、おもちゃじゃなーい、もうおもちゃじゃないことしか言われない、圧勝したらこれいいとかあんの？あのね、レインボーになる、なるほど、でもここ多分星4出なそう、なんかやってる感じ、あーボリア、俺も一回も出なかった、あー結構回したんだ、うん、もう1いっていい？うん、いや、いい、はい、ということで、やろ、ハイマウント、フロントステー負けちゃった、フロントステーのままでいいよ、やって、あー、フロントステー3回目、それはやめたほうがいいと、フロントステー3回目だ、あー4回目ダメよ、フロントステーの負けちゃ、調べよう、おっ、ボディ、ボディ出たね、サンダーショットジュニア、いいね、ボディはいいね、ボディはありだな、かっこいいじゃん、ボディスコーチャージュニア、まあレベル自分で上げれるんだよ、このゲーム、いや、ボディしか来ない逆にボディそんなにいらないよ、いや、ボディじゃない偏るな、このジャガチャ、なにこれ、お、レブチューン、あ、レブチューンいいじゃん、それと、ね、レブチューンいいな、じゃレブチューンの3が出るわ、多分、なるほど、うん、いや、これね、ボディ出すぎだね、これボディ出すぎだな、うん、あ、でもモーターだ、モーター出るまでやった方がいいと思う、これレブチューモーターがもう一回出て、うん、もうちょっといろんなの出たら、うん、いや、もうやろう、じゃあそしたら、うわ、スピアックス、いやスピアックス、トルクか、トルクの、トルクでもいけなくはない、星3しかもいけなくはない、これしかもほら、カーブのね、うん、スピアックス、まあ、いいかも、これでもスピアックスはいいだろう、これでいく、ちょっと待って、ね、ギアもあるしね、あ、スロスリックとスポンジか、しかも小径台径だ、悪くはない、あ、台形ワイドスポンジ、台形リア、うん、悪くはないよ、これでいくか、いいんじゃない、決定します、じゃあ、まあ、せっかくスピンアックスはね、あのフルカウルだったらスピンアックスが良かったから、うん、行きましょう、チャンネル登録お願いします。